皆さん、こんにちは。メディアウォッチャーの笠子と申します。なんと、PayPay のボーナス運用、2022年の3月24日から、運用に追加する際に、なんと手数料が1%かかってしまうというので、これ結構大きな金額なので、皆さん見直しが必要ですということで解説していきたいと思います。今までですね、ボーナスでもらったものを自動追加にしとけば手数料なく、運用に回せたんですけれども、これから、3月24日からはですね、100円未満は手数料かからないけれども、100円以上は1%の手数料がかかってしまいます。スプレッドとかっていう言い方をされるとなんだみたいになりますけど、要は1%を抜かれてしまうということになるんですね。で、どういうイメージなのかというと、例えば1000円分ボーナス、ね、もらいましたと、ポイントもらいましたと。で、それ今まで自動追加してたら1000円が1000円。ね、そのまま運用に回せたのが、もう運用に回した時点で10円損するって感じになります。1000円で10円損するならいいのかって考えるのか、10円も損するのを運用するのにって考えるのかは、ちょっと人によって、分かれるので、いや、もうこれだったらやめようっていう人と、仕方がないかっていう人と、ちょっと二分するのかと思うので、タイプ別に、解説をします。で、もうこれだったらやめた方がいい人、追加を繰り返してる人ですね。短期で売買というかね、ポイントを追加したり、また引き出したりして、短期で儲けてる人って、その度ごとにね、お金がかかっ、あの手数料が1%抜かれてしまうと、結局、1%儲かったらゼロになっちゃうわけですよ。3%値上がりね、して儲かっても2%になっちゃう。つまり、短期で繰り返してる人はもうかなり割の悪い投資になってしまうので、それだったらご自身でネット証券なりで、売買をした方が、手数料は1%かかるってことは、ないと思いますので、もうちょっと低いと思いますので、それだったら、ネット証券でやった方がいいんじゃないかなっていうことになるんじゃないかなというふうに思います。で、そのままでもいい人ですけれども、自分で、ネット証券とかの口座がなく、投資をしてない人だったら、1%の手数料はちょっと高めですけれども、とはいえね、どうせ貯金しといても、ほとんど金利がつかないという状況なので、それだったらボーナスでもらった分だし、1%取られるけれども、値上がったらラッキーだな、そんなに大した金額じゃないしぐらいの、のんびりとした構えの人だったら、そのままでもいいんじゃないかなというふうに思います。いずれにせよですね、2022年の3月24日から手数料1%が発生してしまいますので、自動追加でいいのかどうか、見直しをしていただきたいなと思います。でないと、そのまま自動追加になっていると100円以上もらったときに、1%毎回損するみたいな感じになってしまうので、ちょっとどうなのかなと。で、100円未満はかからないので、自分で手動で99円ずつ入れていけば、それはお金がかからないんですけど、それだったらこの PayPay のボーナス運用やってる意味ないですよね。勝手に自動追加してくれるから楽だからやってるのに、いちいち手動でやるんだったらネット証券でやればいい話みたいなことになるので、1%を気にしない人はそのままでもいいかもしれませんけれども、シビアに運用益を考える人は1%っていうのはあまりメリットは感じられないんじゃないかなと思います。いずれにせよ3月24日から変わるので、皆さん設定の、見直しを検討された方がいいんじゃないかなと思います。